BTS と同じハイブグループのマネージメントアーティストである新人グループボーイネクストドアのボディーガードがファンに対する暴力行為で批判されている。最近、K-POP ボーイズグループボーイネクストドアが空港でファンに囲まれるシーンを記録した動画が韓国のオンラインコミュニティで拡散した。中にはプロ仕様のカメラを持ち込んでアイドルの写真を撮っていた女性ファンもいた。ある少女がボーイネクストドアのメンバーの写真を撮ろうと後ずさりしていたところ、突然グループの長身のボディガードによって激しく壁に押し付けられた。たとえアーティストを守るという目的が正当であったとしても、ボディガードの行為は暴力的すぎると考えられ、多くの視聴者は、少女が転倒した時に撃たれれば、頭部に損傷を負う可能性があり、生命を脅かす可能性があると述べた。丸、この他にも、限界を超えた左遷ファン、悪質な狂気のファンの状況が K-POP 界、特に男性アイドルにとって深刻な問題であると分析する意見もあり、ボディーガードが堅固になっているのではないかとの見方もある。丸、しかし、一部の視聴者は、ビデオの中の少女は実際にはアイドルに直接影響を与えるような過剰な行動をしていなかったので、ボディーガードの過酷な行為は非常に非難に値すると主張した。さらに、ボーイネクストドアグループのメンバーも、ボディーガードが女性ファンに暴行を加えているのを目撃したにもかかわらず、普通に無関心に歩き続けたことでも物議を醸した。事件後、ボーイネクストドアのメンバーもボディガードに暴力的に押し倒された女性ファンの状況を尋ねる投稿をしていなかった。12月19日、ボーイネクストドアの運営会社であるハイブグループのコズエンターテインメントは、世論を騒がせたこの事件について公式に発言した。同社は16日のチンタオ空港警備員の不適切な行為についてファンの皆様にお詫び申し上げます。私たちは直接の被害を受けた方々に非公式に謝罪し、心身の健康状態、持ち物に問題はなかったかなどを尋ねました。今後、警備員がアーティストの場所を訪問することは許可されないことを保証します。当社では同様の問題が再発しないよう、従業員へのセキュリティ指導や研修の強化に全力で取り組んでまいります。ボーイネクストドアは、男性ラッパーの事故が率いるコズエンターテインメント会社によって設立された6人のメンバー、ソンホ、リュウ、ジェヒョン、テサン、リーハン、ウナクで構成されるボーイズバンドで、BTS などの有名な音楽グループを数多く管理するグループハイブの下にあります。セブンティーン、ニュージーンズ、ルセラフィム、TXT、グループ、ジュニア防弾少年団は活動してまだ7ヶ月近くしか経っていないが、すでに一定の足跡を残している。ボーイネクストドアは、メロンミュージックアワーズ2023でグローバルライジングアーティストを受賞し、アジアアーティストアワーズ2023でトップ11チョイスオブザイヤーを受賞しました。